日本シリーズ第4戦、大米は小野、太陽は完全試合男島田源太郎が先発。ゲームが動いたのは5回、ヒットの渡辺を二塁に置いて168センチの頼れる男、近藤昭仁。絵に描いたようなセンター前へのタイムリーヒット。大きな舞台でもルーキー近藤は臆することなく力を発揮します。太陽先発島田も堂々としたマウンドさばき。送りバントも慌てず騒がず丁寧なプレーで処理します。島田をリリーフしたのがエース秋山。大米の主砲山内をきっちりと抑えます。最終回、大米は代打の八田がヒットで出塁。しかしエース秋山が渾身の一球。太陽ホエールズが球団創設11年目4連勝で大米を下し、初めての日本一です。 B クラスが定位置で、前年は最下位だった太陽ホエールズ。西鉄の黄金期を築き、この年から太陽の指揮を取った三原治監督の文字通り三原マジックが冴え渡りました。